出番のない食器や洋服、押し入れに眠る数々の不用品たち。ゴミの日に出してすっきりする前に、ちょっと待った。環境にも社会にも優しいリユースの輪に参加してみませんか？今回やってきたのはリユース品が集まる施設、 NPO 法人太陽と緑の会。37年前、徳島でいち早く廃棄物の再利用に取り組み始めた福祉事業所です。こちらではですね、人も物も生かされる街づくりということで、いろんなハンディを持ったメンバーたちとリユースリサイクルの活動を中心にやっております。さまざまなハンディキャップを持つ方が働く社会参加の場としての役割も担っています。太陽と緑の会に集まる不用品の量は年間300から350トン。一部の家電を除いて無料で回収しています。集まった不用品はリサイクルに回される古紙などの資源とクリーニングや修理を経てリユースされる品物に分けられます。リユースは環境にもお財布にも優しい取り組みです。すでにあるものを繰り返し使うことで製造や廃棄にかかる二酸化炭素排出量を抑えられるほか、行政のゴミ処分費用の削減も期待できます。ハンディを持ったメンバーもにとっても、社会活動の参加になっていくし、で行政にとっても、財源をですね、有効に活用するっていう、そういう軸、三方よしみたいな、ことがここの活動の原点かなと思っております。敷地内にある販売所スペースには新しい持ち主を待つさまざまなリユース品が並びます。こちらはね、家具だとか大型の電化製品だとかいろんなものですね、大きいものをここに主に、置いております。その他、日用品や自転車、年代物のボードゲームなど多種多様。安くて豊富な在庫と掘り出し物が見つかるワクワク感を求めてお客さんがやってきます。ガラス製品ちょっと家に足らなかったのでいたしてもらおうかなと思って、ちょっと古いものとかが好きなんですけど見つかったらなと思って来ました。もうなんか日用雑貨ですね、宝物を探すみたいに。40年近くリユースの普及に取り組んできた杉浦さん。人々の物の価値に対する意識の高まりを肌で感じてきました。古着の良さみたいなのっていうのがだんだんこう出てきたっていうのは、あの時代が変われば人も変わるっていうところ、なかなかこうじれったいところもありますけども、なんかそういう活動をとにかく続けていくことが、すごく、問題提起になって意味があることかなっていうことはちょっと思いますね。時代が進み、今世界中で持続可能な社会を目指す運動が広まりつつあります。不用品が誰かの必要なものとなって使われ循環するリユース。物を手放すとき、欲しいものがあるときには選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。